はい、だいぶ時間かかってしまってすいません。2ボックス目を開けていきます。1パックを開封していきます。1パック300円ぐらいするっぽいですね。その分なんか1ボックスで3枚ぐらい超勝ちが、あ、バディレア合わせてですけど出ますね。はい、ザ・メインフォース、個人的にね、結構出やすいからこのパックは、あの、全然おすすめにはおすすめです。え、これまたドーンか。ドーンだね。あー、ドーンの普通の超勝ちが出ました。さっきもドーンバディレアで出て、これ普通のドーン、ドーン結構強いですね。ちなみに、ダメージ受けるとね、ライフプラス1して相手にダメージ1与えるんで、あ、意外に爆雷能力とかにも使えそうです。ドーンさん結構強くなった。まあでも八角は、お、いきなりバディでは、もうすぐに出やがった。ジウンのバディ、俺そんなにあんまり運ないかもしれん。ちょっとなんかへこんできましたよ。あ、ジウン強いとは思うけどね。まあ正直センターにね、あのね、やられても別に、ただマジックワードとかいきなりセンターに出てきますからね。まあ、いきなり手札から出てくるのとかもあるから、まあジウンがちょっと、おー、デビルガネス、デビルガネス、デビルガネス、おー、デビルガネス、デビルガネス、当たった。これはいい。やりました。2回攻撃ソウルガードライフリンク3、このカードが攻撃した時相手にダメージ1、やりました。超デビルガデスさんが出ましたね、裏角の。はい、ドラゴン根性、君のライフプラス3です。カウンターでライフポイントプラス3っていいですね。はい、ブラックドレイクエースですね。デビルガレス当たったからいいや。はい、ラストパーク。まあどのカードもまだ初めてなんで、かなりいいですね。何のカードが当たっても。はい、これいいですね。君の場のモンスターの枚数分、君のデッキの上からゲージに置く魔法カード。はい、ラストはネグロバルス、バルス無核蛇王。はい、核王でゲージ1払う、こいつも核王です。無核、相手の場のモンスターが破壊された時、相手にそのカードのサイズの数値分ダメージ、はい、いいね。サイズ3とかアジダだったら4か、サイズ分だから4ダメ与えられるのか、アジダだったら。はい、ジウンバディですね。あんまり良くないね。これが良かったね、一番。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。